良かった登りで。東京戻って多分その次の日ぐらいにこう振り返って話が出てきてくれたらいいなって感じですね。なんかちょっと多分1ヶ月後とかに私潜ったよねみたいな、ちょっと学校の人とかで活動でですね、まあ、各地域地方でですね、まあやりながらですね、将来的には海の日にですね、まあ全国、まあ、一斉にですね、アソマのプロジェクトっていうのが立ち上がっていってですね、海の日の活動は、障害児の子どもたち、家族、兄弟児ということでですね、みんながですね、海の日で遊べるイベントが あるんだよっていうことを、まあ、知っておくってことが一つの目標でありますし、また地域の方々と、地方の方、協力しながらですね、その地元の人たちがですね、自由に参加できる、まあ、システム作りとか、そういったものを作っていければななんて思っています。